はい、皆さんこんにちは、チェアハウスこと安井仁でございます。この動画ブログをご視聴いただきありがとうございます。なんとですね、第4号をもうすでに公開しまして、この撮影は第5号ということです。まあほぼ1日に1個撮ってるという状況ですが、ちょっと厳しいかな。もう今これ結構今夕方の7時ですけど、間に合うかな、ちょっと難しいところですけど、はい。この動画をご視聴いただいてですね、少しでも応援してやろうと、もし思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それが励みになります。まああんまりにですね、長い旅ですので、よろしくお願いいたします。はい。今日のですね、動画構成はこうなります。この始めにですね、それからピアノ音楽の紹介、それから音楽創作ノート、それから今日本日のアートの紹介、それから今日トピックスでですね、紹介させてもらって終わるということでございます。それではですね、最初にですね、今日の音楽、ピアノ音楽ですね、即興演奏を聴いていただければと思います。3分弱でございます。ピアノ万葉集のですね、4536曲の中の2355番目の曲と 51.9% でございますが、よろしくお願いいたします。はい。皆様ありがとうございました。この曲はですね、題名を But I don't seem to have feeling for it という曲でございます。2355番、ケイちゃん番号ですね、2355番の曲でございます。今日の朝、やっぱり降りてきてくれた曲なんですけど、まあですね、やっぱり非常に穏やかなところから、ちょっとですね、今日は少しなんかドビッシー的な雰囲気がにちょっと引っ張られちゃったかもしれません。少しスピード速くなっちゃってですね、なんかあんまり思わないところへ行ってしまったようなところもありますが、まあ、ボツかどうかという判断の中で、まあこれ使いましょうよというふうにちょっと決めました。ちょっと珍しい雰囲気が出てるかな。いろいろなキーがやっぱりあってですね、あるキーで弾くとですね、
ある旋律、あるスケールが出やすくなるとかですね、まあいろいろあるんですけど、黒鍵したい、白鍵したいとかいろいろはねありますけど、まあそういうところのある一つのパターンですけど、まあそんな悪くなかったんで、少し今後もちょっと追求してみようかななんてちょっと感じた次第です。はい、じゃあ次行きましょう。次は今日の創作ノートを紹介させていただきます。それではですね、本日のですね、音楽創作ノートですね、5回目になりますか。はい、心のリズムはきっとある。理由はわからないけど、自分に降りてきてくれる曲はほとんどが3拍子。きっと自分の心がそうなのだからでしょうか。それとも自由度が高いからでしょうか。そのリズムはゆったりと揺れる、ゆりかごが風の中で揺れるようにと。自由気ままに、そしてあなたの気を引くようにということです。確かにですね、こういう不思議なんですよね。全然意識してないんですけど、ほとんどが三拍子と。なんでですかね。たまにちょっと違うのもあるんですけども、まあ、大体三拍子でしょうかね。そういうふうにこう心が流れた時の自然な心の流れが三拍子ということなんでしょうかね。まあテンポが割と自由度いっぱいですから、単純にワルツみたいにはならないんですけど、まあそういうことですね。それからちょっとですね、これまあ英訳、アホにもアホなことにも英訳してるわけですが、ですね、どうでもよいことなんですけど、三拍子っていうのの英訳がなかなかないんですね。どうもメジャーという英語を最初に訳した日本人が間違ってたんじゃないですかね。ちょっと混乱気味ですけど、三拍子っていうのを英語で説明するのはちょっとうまくできてませんでした。はい、じゃあ本日の音楽創作ノート、これで終わりにします。次行きましょう。さて次は本日の抽象 CG アートワーク作品を紹介させていただきます。それではですね、今日の、抽象 CG アートということでですね、紹介させていただきます。これはちょっと自分にとってですね、非常に一つの大きなきっかけになった作品と、ちょっと古いですけど、まあ好きっちゃ好きですね、この作品です。まあ私はサウンドクラウドというドイツのですね、その音楽サイトでですね、ピアノ万葉集とやってます。まあ、そこに実際に4536曲目指して今2300何十曲あるという状態なんですが、まあ、とにかくそこが音楽のじゃあメインのところなんですね。でそこでですね、そのまあでも結構サウンドクラウドって結構厳しくてですね、 Spotify とかですね、 Apple Music とかいろいろ出てくる中でですね、なかなかそのマネタイズ系が遅れたところなんですね。っていう中でね、でもサウンドクラウドってですね、そのアマチュアの、アマチュアとは限らないな、音楽を作る人をいっぱい抱えているサイトなんですね。なんで曲数もめちゃめちゃ多いんですよ。っていうそういう強みがあるんですけど、まあ、マネタイズがちょっと遅れてる時に、マネタイズをできるようになりましたよっていう話が、2年前ですかね、から始まったと。いう中でですね、2019年の1月26日からね、チェアハウスもですね、お前もマネタイズしていいよというふうに言ってくれたんですね。それで、じゃあちょっとやってみようかと。でもその時いろいろ今までですね、そのアップロードするときに写真、曲と一緒に写真をアップロードできるんですね。なんでいろいろ旅行の写真とか街の写真とかいろいろ撮ってたんですけど、まあ若干著作権は危ないようなやつもないではなかったんですけど、もうマネタイズなんでですね、もう完全自分の著作権にしようかなということでですね、自分のですね、イラストですね、 CG イラストを使うっていうのを切り替えたんですね。
まあ、それをこう日々始める中でですね、その抽象 CG アートの原型がこう生まれ始めたと。まあ、この内容はそうなんですけど、まあ、あの私的には非常に、記念すべき最初のこの作品で、このなんとなく青いですね、水の中にあるなんか、なんだろう、こう長っぽいようなものをですね、まあ、遺伝子に見立ててですね、あのディープブルージーンとかって言ってですね、やってたんですけど、まあ、これをどうしてこういうふうに表現してるのってのはまたどっかで説明させていただきたいと思いますけど、まあ、そういう記念すべきですね、これこのディープブルージーンが 1,2,3,4,5,6 個ぐらいこうまとまってる絵なんですね、ディープブルーオーシャンの中でですね、そういうことがありますんで、まあそれが登場した非常に、重要な、私としては非常に重要なものだったんですね。ヒントを言うと、まあ私 CG はすげえ昔からやってたんですね。1990年からやってました、まあ、ストラタだとかビューだとかいろんなものでやってて、まあそれがですね、そういうモデルがそこそこあるんですけど、それをうまく展開できるということでございます。はい、じゃあ次行きましょう。これはトピックスですね、今回の題名はですね、あなたの作品を世界に配信するための準備ということですが、ちょっとサムネイルを変えて題名もちょっと変えてですね、この動画ブログ自身をですね、そのまあ新芸術家活動とリンクする話なんですけども、自分の作品を世界に配信したいなと思ってる人のための、動画にもしようと思ってます、まあ、そういう方にも有益な部分をですね、少し、まあ、どこまで私できるか分かりませんけど、そういうことをですね、少し発信してみようかなというふうにちょっと考えています。今日の資料はこれです。ドヤこれとても、まあ、理解できないと思うんですが、ちょっとですね、話に合わせてですね、関係あるポイントをズーミングしながらですね、ちょっと、話をさせていただこうかと思います。まずですね、これはあなたですね、そういう世界に発信、作品を世界に発信したいと、作品というのは音楽かもしれないし、アートかもイラストとかもしれないという方ですけど、世界に発信したいと思っている方向けのお話です。で、まあ、題名はここにあってですね、その下、ここがですね、あなたです。このなんか何やろう、ミジンコみたいのがあなたですね。まあアートだとちょっと上に行きます。イラストも上に行きます。音楽だとちょっと下に行きます。まあそのとこかな。で、音楽ですと DAW ソフトを持ってなきゃいけないということですね。アートだったら Photoshop か 3D ソフトか、まあ他にもいろいろありますけど、まあそういうのかなと。まあ、いうようなことになっています。それで、その右のくもくもがですね、そのデータになります。まず、イラストの方から話をすると、この画像データ。まあ、例えば JPEG ですわな。そういうふうなものになると。ですので、まあ、Photoshop とか 3D ソフトを使って、そういうのをまとめているということになります。で、ですが、ここにはですね、一つですね、自作のデータベースがこう書いてありますが、こういっぱい作っていくとですね、自作のデータがどんどん溜まっていくわけですね。そうするとこれはですね、新たな作品を作るための非常に重要なですね、素材となりますので、もうやればやるほど財産になると、あなたの財産になると、まあ、そういう仕組みがあるということはぜひご理解ください。それで画像データを作って、まあそれを今ここで書いたのはインスタグラムだとかアートステーションというところで世界中の、人々に、そのデータを配信すると。まあこれがその画像系の、新
芸術家の活動になるわけですね。まあ、上に勝手なこと書いてありますから、でもパッと見てですね、やっぱりですね、プロと同等レベルの品質の作品じゃないとですね、ちょっとまず難しいんですね。だからそこに至ってるということはですね、必要なわけです。ですが、そのデジタルでデジタル技術を活用すればですね、そこってあんまり難しくないんですね。まあ、逆にそれが問題ではあるんですが、いい作品があってもちっとも、認知度は上がらないという問題でもあるんですが、逆に言うと最低限の品質には割と簡単にいくということがあります。はい、でちょっと次は音楽いってみましょうかね。音楽はですね、まあ今だったらミディキーボード、まあ数千円、1万円ぐらい、まあ、ピアノをちょっとやろうとしたら数万円ぐらいまでいくかもしれないね。ピアノは何、タッチの良さと鍵盤の良さというのが必要ですけど、まあ、それいらなきゃもっと安いのがありますね。数千円でもあります、はい、っていうのと、それにつながるパソコンは必要ですけど、パソコンの中の DAW ソフトっていうですね、デジタルオーディオワークステーションですかね、何でしょうかね、ちょっと忘れちゃったな。 DAW って何でしたかね。デジタルオーディオワークステーションじゃないかなと思いますけど、まあちょっといいや。まあ、そういうソフトがありますね。いくつかいろいろありますけど、まあ大体機能同じだと思いますけど、まあそこで音楽を作るとですね。で、出る最後こう必ずそのエクスポートするとですね、サウンドデータになるんですね。まあ44キロサンプリングでいいと思いますけど、16ビットかけ2でいいと思いますけど、サウンドデータ、WAV ファイルとかですね、まあなんかいろいろありますけど、圧縮したやつもありますけど、まあ、そういうデータになると。で、それを毎日ですね、まあ私の場合にはサウンドクラウドで登録していますけど、まあいろんなところで出していくと。からおまけに、その今、チューンコアさんっていう日本では素晴らしいサービスがあって、世界中のですね、音楽配信サービスに流してくれるんですね。Spotify、Apple Music、Amazon Music、それから日本の AWA、LINE Music、もうみんなですね、もうすごいんですよ。全部流してくれるんですね。素晴らしいサービスで、今私も世界中に配信させていただいてます。あの選別したアルバムだけなんですけど、まあ、それでもですね、今全部並べると11時間ぐらいのプレイリストになっちゃうぐらいあって、結構世界でも聴いていただいてますね。まあ、そういうことが今できているということですが、そういう世界へ配信するということができています。まあこういうのがその全体の今私がやっているですね、まあその音楽と画像の世界への配信の流れですね、大きな流れですね。で、結局これでその世界中の人々の認知度を上げなきゃいけないですね。上げてもらわない限り、興味を持ってもらわない限り何も進まないわけですから。今一つ書いてあるのが、まあそこで運もなくて才能もちょっと飛び抜ける才能がないという時にですね、ここには書きましたけど、絶対に勝ち抜ける力がない時でもですね、まあ圧倒的な作品数というのはですね、これは武器になりますねというふうに思っています。でも品質はですね、あるレベルを超えてないといけないと思うんですね。品質はあるところを超えていて、絶対的に勝ち抜ける数があれば、チャンスあるんじゃないかいというのが、私チェアハウスの勝手な思い込みですけど、あ、どうなんでしょうかね、難しいところでございますが、まあそういうことです。まあこういう大きなモデルがですね、今私が考えている、世界に配信するための、準備ですね。もう一度音楽系、アート、イラスト系ですね、まあ、なんかそういうようなこと。これデジタル配信ですから、お金どこにもかかんないわけですよ。まあ、ちょっ と, プロ契約を知ったりするのもありますけど、まあ、月1000円ぐらいですよな。はい、ということでございます。はい、ここをベースにですね、まあ、ちょっとずつ、皆さんへいろんなポイントの紹介をさせていただくとか、やっていこうかなと思っています。はい、じゃあ次行きましょう。Thank you.
皆さん最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございます。この動画をですね、ご視聴いただき、そして少しでも応援してやろうかと、思われましたら、ぜひですねチャンネル登録をお願いいたします。それが励みになります。いいねボタンもお願いします。もしいいと思ったらご面倒でもコメントをいただけると大変ありがたいと思います。本当に長い旅なんでですね、まあそういうのはありがたく思っておりますが、はい、ということでございます。本当に遅くまで遅く長く聞いていただいてありがとうございました。じゃあ失礼いたします。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。なぜかといえばシェアハウスさんも動画作り努力はしていますので、登録いただけると元気が増えると思います。それでは失礼いたします。